民進党の代表選挙ですでに出馬を表明している蓮舫代表代行の対抗馬擁立を目指すグループが相次いで会合を開きました。民進党が再スタートするところをですね、国民の皆さんにしっかり見せようと、まあ、そういう意見でした。来月15日の代表選に向けて昨日の夜、前原元外務大臣のグループや旧維新の党のグループなど5つのグループが合同で会合を開きました。蓮舫氏の対抗馬は前原氏を軸に調整が進められています。若手の玉木雄一郎氏を推す議員らも会合を開き、若手にもチャンスが出てきたとして出馬を目指して準備することを確認しました。